五重里ダムは、栃木県に光市、し、一級河川、利根川水系小川川に建設されたダム。国土交通省関東地方整備局が管理する高さ112.0メートルの重力式コンクリートダムで、小川及び五流先の絹川、利根川の地水と栃木県への水力発電を目的とし、同水系において最初に完成した多目的ダムである。 ダムによって形成された、人造湖は50里湖と命名され、日光国立公園に指定されている。ダムが建設されている小川は、利根川水系の主要な河川、絹川の支流である。栃木県、福島県境を水源として南へ流れ、途中海尻橋付近で右側より湯西川を合わせ、ダム地点を通過した後、川路温泉付近で絹川に注ぐ。ダムは、 小川と絹川の合流点からわずか1から2キロメートル上流の地点に建設された。なお合流部から西へ伸びている絹川のすぐ上流に川路ダムがあり、さらに上流に行くと川又ダムがある。五十里、川地川又の3ダムに加え、五十里湖に注ぐ湯西川に現在建設されている湯西川ダムを一括して、絹川上流ダム群が形成されている。 ダムが建設された当時の所在地は、塩屋郡、藤原町であったが、平成の大合併に伴って、現在は日光市となっている。ここを通る合津西街道には、合津藩が関所を置いて、宿場町ができており、江戸からちょうど五十里にあることから、五十里関、五十里宿の名があった。五十里ダムの名はこれにちなんでいる。 木の川の洪水調節用ダム建設計画は1924年から始まり利根川水系でも歴史が深い。当初は上流の海事立地点にダムを予定し1931年より工事に着手したが屈作中に多数の断層を発見、建設を断念した。その後1935年旧内務省は全国7河川一個省において下水統制事業を立案し、 その中で絹川も対象となり1941年より海尻地点に高さ100メートル級のロックフィルダムを建設する計画に着手したが戦争により中断した。戦後、建設省発足後に再度建設地点の検討を行ったが、海尻地点は予想以上に建設費がかかることから放棄され、より岩盤が堅固で安定した現在の五十里地点に ダム建設を計画。利根川水系の大ダム第1号として、形式も重力式コンクリートダムに変更して建設を進め、1956年に完成した。工事中には、1953年の台風第13号による豪雨のため小川が氾濫、作業現場の工事用変電設備や機械修理工場、半場十棟が倒壊、流出し、 作業員200人が被災する災害にも直面した。五十里ダムの放流設備と根川水系において、最初の多目的ダムかつ100メートル級のダムであり、包み高は112.0メートルで完成当時は、日本一の高さを誇るダムであった。洪水調節、不特定利水、発電が目的である。近年、 洪水調節機能をさらに高めるために、ダムを貯水したまま停滞に穴を開け放流トンネルを2本増設する工事が行われた。この際45年ぶりに掘り出されたコンクリートは全く劣化していなかった。5十リダム完成後は、絹川本川におけるダム建設が進められた。ダムから山を西側に越えると1983年に完成した川地ダムがあり、 その上流には1966年に完成した川又ダムがある。いずれも、鬼怒川本川に建設され、鬼怒川流域の治水や、首都圏への離水に役立っている。さらに、海尻付近で五十里湖に注ぐ、右支線、ユニシ川にユニシ川ダムが建設され2012年3月に、完成した。五十里ダムをはじめ川地ダム、川又ダム、そしてユニシ川ダムは、 絹川上流ダム群と呼ばれ、いずれも国土交通省絹川ダム統合管理事務所が総合的な管理業務を行っている。また、湖水の有効利用を図り、利水を強化する目的で、絹川上流ダム群連携事業が行われ、2005年に竣工している。これはトンネルを通じ50リコと84コ湖の湖水を融通、無駄な放流をなくし利水効率を上げる目的を持つ。 ものである。五十里湖空撮画像中央部は、湯西川に架かる野岸鉄道合図絹川線の湯西川橋梁と国道121号の赤湯大橋。写真奥の部分に湯西川ダムが建設される。ダムは日光国立公園内にあり、川路温泉から至近距離にある。 また、鬼怒川温泉、湯西川温泉や竜王橋、岸尾道路経由で、塩原温泉橋にも近いため観光地化されている。2006年には、東武鉄道の東武鬼怒川線が東武日光線、経由で JR 東日本と相互乗り入れを開始し、新宿駅から発着することで都内からのアクセスも改良された。また、東武鬼川線は、 八岸鉄道合図絹川線経由で、合図鉄道合図線と直通運転しており、福島県合図若松市まで通じている。途中には、江戸時代の町並みを今に伝える大内塾や足の牧温泉があり、栃木と福島を結ぶ観光路線となっている。毎年5月5日近くになると、ラム庭帯上に多数の鯉のぼりが泳ぎ、見物客の目を楽しませている。 現在ある人造のダム湖の名は五十里湖と名付けられているが、かつて江戸時代にも天然ダムによる石止湖があった。1683年、石屋断層が動いたためとされる日光地震が起き、現在の活老山の山体が北東側に崩れて小川を石止めた。五十里アドは街道ごと淡水したダム湖にそこに沈んでしまった。 藍津藩は排出路工事を行い街道の復旧を図ったが、うまくいかず、江戸欧来への迂回路に、ナス連山を抜ける藍津中街道の整備を余儀なくされた。この関留湖は、園庭庭からの高さが70メートルほどもあり、淡水面積は現在の五十里湖より大きかったという。関留湖は四十年後の百二十三年、秋の長雨と台風による増水で決壊し、 合流する絹川の下流で約1200人が洪水で死亡した。なお、この洪水で現れた川岸で湯が湧き出し、これが川地温泉だという。これらは当時の空話を集めた活動見文集、京安元独巻などのほか日光島将軍の臨番記録にも残されている。ありがとうございます。